そうインスタグラムにね夏目友一一郎の新作公開されたから、夏目友人帳関連の写真を載せようと思ってね、そう夏目友人帳の聖地が、熊本の人吉とか、笠松とか、笠松だし人吉とか八代とかいろいろあるんですけど、その中でも人吉市と八代市に行った時の写真と、あと夏目友人帳店に行った時の写真を載せました。多分全部載せたことない写真だったので、そう夏目友人帳店はね、そう全然載せてなかったから、そう8メンバーとグアム行った時の思い出話ある？なんかね、モースでなんだっけ、モースの企画があって、なんか最初にテストみたいなのがあった時に本当に私眠くって、なんか飛行機の中で問題解いてたんですけど、本当に眠くってもう結構適当に答えたからさ、もう早く寝たいなって思って、そうずっとこうやってもう適当にしてたら企画だったんだこれみたいな感じだったんですけど、そうびっくりした。初日見れた？見に行ってないです、そもそも。見に行けない気がする、正直。本当はすごい見に行きたいんですけど、ちょっとねやっぱ怖くて見に行けませんね、普通に。そうそうだから昨日もね言ったんですけど、やっぱツイッターで初日見に行ってきますっていう人を見て、もうすごい悲しい、なんか何とも言えない気持ちに、ね、なりました昨日は。はい、それでグアムの話だったっけ。そうそれでグアムで、私グアムチームメイトのメンバーと一緒にグアム行ったんですけど、それより前に英語教室の旅行でグアムに行ったことがあったんですけど、その泊まったホテルがどっちも一緒、全く一緒だったんですよ。それがちょっと面白かったなとは思ったんですけど、あとはその食べる量が多かったなって料理のその量が多かったなっていう風に思ってて、そうなんか結構ステーキが本当顔と同じぐらいのサイズあるぐらいでかくて、そうびっくりした記憶があります。あとその時になんかケーキが3種、その時にじゃないんですけど、ケーキ一緒に食べようって思った時にチョコミント食べたけど、ちょっとあんま美味しくないなって思った記憶がある。そうその時初めて食べたんですけど、そう私にはちょっと合わないなって思いました。量が多くても完食した？覚えてないです。でも多分完食したんじゃないかなって思ってる。覚えてはない。英語大丈夫でした？話すことなかったんで大丈夫でした。はい、あとなんだろう、初めてバナナボートに乗ったことかなと。すごい楽しかったです。あんまり私なんか海でさ、何かそのバナナボートだったりとかなんかすることなかったから、そうすごい楽しかったです。新鮮で。沖縄では泳がないの？私あんま海、今は分かんないですけど、結構その時とかはね、ちょっと肌弱くって、海に入るとちょっと痛いなって思うことが時々あって、まあもちろん海でね全然泳ぐことあったけど、海よりプールで泳いでました、私沖縄に行った時は。そう酔わなかった。でもバナナボートは別に船じゃないんで、あれは大丈夫ですね。そう、あ、ボートではあるけど、まあでもね、そうやっぱ船は酔うね。バナナボートは大丈夫だった。でもあれ実質船じゃないから大丈夫でしょ。はい、海はねどっちかっていうと泳ぐところっていうよりは眺める感じだったね。眺めたり貝殻拾ったりっていう感じでした。そう、なんかね、そう、結構私なんだ、腕ちょっと弱いとこがあって、海に入るとそこがヒリヒリしちゃってダメだったんですよ。そうだからダメでしたね。はい、まあでもね、小学4年生ぐらいまでは海で泳いでたけど、そっからはでもプールでしか泳がなくなった気がする。そう、はい。そうね、グアムも楽しかったなって思いますね。あと何したっけ？あと何したかな、ちょっと待って、全然頭が働かないんだよね今日。そう、何したかなグアムで。なんかね、告白動画みたいなのを撮って、なんかの特典でつくんですけど、それってで、なんかカレンちゃんと一緒に待ちながらどんな告白にすんのっていう話をしたのは覚えてる。あとその時カレンちゃんと私スローモーションで動画を撮ることにめちゃめちゃハマってて、すごいそれを撮ったりとかもしてた。運動会優勝の国内旅行はどこ行ったの？知らない。私それ参加してないから分かんないですね。行ったのかなそもそも。それが分かんない。はい。一番最初にの運動会の時って、なんかなんか全員メンバー参加してなかったんですよ。そう。ちょうど私その時福島のイベント出てた日に、その運動会が行われたんですけど、旅行したんかな知らないんですよね。そう、そのメンバーだけで行ったのか、そもそも行ってないのか、正直わからないです。あとはなんかグアムでショッピングした時に、グアムに来てうどんを食べたね。美味しかったです普通に。あと何したってあんまり思い出せないんだよね。どっか行ったっけ？あと全然思い出せないんですね実は。そう、何したっけ？本当に覚えてない。本当にやばい。ちょっと写真なんか見たらわかるかな。やりすぎた。あれ行ったのいつぐらいだったっけ？違うね、これよりも前か。じゃそう、でもそういえばそんな話あったね。なんか国内旅行のなんか温泉かなんかね、懐かしいね。そんな話もあった気が。あった。あ、何これ、美味しそう。なんかデザートがありました。美味しそうな。あー、なんか写真も撮ったね。前髪重。そうですね。あと何したんだろう。でも基本割と撮影も多かった気がしなくもないかな。懐かしいな。ちょっとグアムのこれどこあたり、でもホテルの近くなのかな、ちょっとそこまでは分かんないんですけど、なんかね、そう、なんか信号も珍しかったから写真撮ってるや。めちゃめちゃ前髪重くない？びっくりなんだけど。そう、なんかクレープみたいな、すごいクレープみたいなのがデザートにあって、多分中身がこのアイスとかなんでしょうね。まあ一人ずつじゃなくて、なんかお皿にもう全部とか。あとでもジュースとかも大きかったんだよね。あれ、それあれびっくりした。ドリンクのサイズが大きかった。何これ、めっちゃ美味しそうなんだけど、何も覚えてないこのデザート。そう、割と撮影多かったかな。でもこれあれか、バナナボートに行った時のか。これショッピングの時のカレンちゃんと私の写真ですね。あ、ちょっとこんなの。そう、なんか買ったってよ。私服と何買ったかな。あんまグアムでさお土産買わなかった気がするんだよね。ちょっと忘れたんですけど、なんかやっぱ一回グアム行って結構買ってるから、もういいかなみたいな感じだった気がする。ちょっと忘れたんですけど、そう、この時がまだ16歳か。あとでも感動したのがそのバケツアイスが置いてあったのは感動しました。そう、わ、お肉美味しそう。すごい小さい頃のゆいゆいの写真があった。ピザの写真撮ってる。あ、ラーメン食べたんだ。うどんじゃなかった。ラーメンでした、食べたの。そう、ラーメンを食べました。はい。そんな感じだね。あんまり観光はしなかった気がする。だからあんま覚えてないんだ。ちょっと忘れたんですけど、味は美味しかった。うん、美味しかったですね。なんかもう食べたくないやみたいな記憶はないんで、多分美味しかったんだと思います、きっと。ラーメンね、何味なんだろう。私もちょっとね見た感じは分かんなかったけど、多分なんか醤油とかじゃないですか分からんけど。そういえばうどんって思い出したんだけどさ、インスタントにさ、きつねうどん、あれきつねうどんだよね、あれありますよね。私なんかいつだったかな、あれ高1か中3ぐらいに一時期すごいハマってて、そうすごいハマってたんですよ。そのきつねうどん、インスタントのめっちゃ美味しいなって思って、結構よく食べてたんですよ。特にエイトの活動で泊まった時とかに食べてたんですけど、なんかそれをね思い出しました。でも最近は食べてないんだよね。なんかもうスープを全部飲むのが、全部飲んだりとか時々ちょっと捨てちゃったりとかあったんですけど、なんかそれの時にちょっとね憂鬱になっちゃって、それがやめちゃった。そうでも大体ほとんどは飲んでたかな。でもなんかすごい憂鬱になりましたねあれそれでねやるな、食べるのやめちゃったんだよね、ナッツ。でも久しぶりにてかうどん食べたくなってきた、この前も食べたのにカップ麺はほとんど食べないね。もうマジで食べなくなりました。なんかね、なんだ、小さい頃はね、小さいっつっても小学生の頃なんですけどは結構なんかカップヌードルのシーフードとかよく食べてたけど、最近はそんなですね。なんか時々なんかもうご飯やる気が出ない時に買ったりとかはします。そうでもほとんどないや。でもカップヌードル元祖っていうのはカップヌードルを食べたことがないんだよね私。シーフードはよくあるけど赤いやつは食べたことがないんですよいまだに。そう東京のうどんの出汁は濃い、あんま東京でうどん食べないから覚えてないですね。でも東京でうどん食べるっつってもやっぱ丸亀製麺とか花丸うどんしか行かないから、それ以外のうどん屋さんに行くことないんでちょっと分かんないっすね。コンビニのうどんは食べたことありますか？あります。でもコンビニのうどんってなんかもたれるんですよね、私に合わないんだよね、なんでか知らないんだけど。そうでね、なんか結構なんかコンビニのうどんはねあんまちょっと調子よくなくなっちゃう。何がダメなんだろうね、それが分かんないんですけど。そうなんかあれがダメなのかな、なんかスープがダメな、なんかねよく分からないんだよね、もたれるそうでもあんまり家でラーメン自体食べることもほとんどないよね。なんかもう鍋の締めにサリ麺入れるぐらいです最近だと。それ以外でもうラーメン全然食べない。なんかそうコンビニのうどんだけなんでかダメなんですよね、特に冷えたやつそうちょっとダメなんですよね。そうよくわかんない、それは本当に昔からダメですね私、わかんないんだけど。はいというわけでね、じゃあ今日はここら辺でちょっと短いんですけど終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいくよ。13位から。13位アーティーさん、12位プレジョンさん、11位すずさん、10位ロミツさん、9位飯田博之さん、8位カラスのかあこさん、7位姫川さん、6位ともさん、5位プッチーニさん、4位いたちゃんさん、3位玉国さん、2位夏目さん、1位がはやちゃんさんでした。はいというわけでね、今日も見てくださってありがとうございました。また明日、またね、ありがとうございました。ありがとうございました。